転売屋が PS5 転売叩かれていますが、ひろゆきさんどう思いますか？まあでも仕方ないでしょう。転売する人がいるし、それを止めるのは法律上難しいので。なので、なんでやんないのかわかんないですけど、例えば PS5 を発売日だけ10万円とかにしちゃえばいいと思うんですよね。で、1ヶ月経ったら5万円で売りますっていうと、その転売屋買ってもしょうがないじゃないですか。なので、最初の段階にすごい金を出しても買いたいっていう人があるから転売屋が出るので、で、最初の段階ってやっぱ台数も少ないから、その転売屋が買って本当に欲しい人のところに行かないみたいになるので、なのでその最初の人はめちゃくちゃ高いっていうのにしちゃってもいいんじゃないかなと思うんですけど。ちなみにバーニングマンっていうネバダ州の砂漠でやるイベントがあるんですけど、チケット代が、予約をしないと、チケットを買えないんですけど、で、そのチケットの一番の最初の予約は、1000ドルからなんですよ。1000ドル10万円。で、あんまり売れないんですよ。で、その後に今度800ドルっていうのが出て、で、じゃあ800ドルだったら買うみたいな感じで、その早めに確定させたい人は高い値段で買う。で、だんだん値段が下がっていくっていうので、で、値段が下がると、めちゃめちゃ競争率が上がるので、それ買えるのは難しいだろうなと思う人はちょっと高めの段階で買うみたいな。そんな感じの、仕組みにしてて、割と利益率を高くしてるので。何飲んでるんだろう。このビールを飲んでます。ブラッシュ割と飲みやすくて美味しいですね。なので、欲しがる人が多い状態で、本当に欲しい人に手に入らないっていうのって、価格の値付けが間違ってる気がするんですよね。メーカーが自分の製品の売り値をコロコロ変えることってできるの？できます。もともとその定価っていうのをもう決めないっていうのが一応日本の法律上あって、価格はあくまでメーカー小売希望価格っていう形で、いくらで売ってもいいですよっていう参考価格しかないんですよね。なので、別に価格は自由に変えられますよ。